桜祭りが中止になっておりますね。去年今頃夕方に、ね、何度か来たんだけど、こんな時間初めてだからさ、パラパラですね。パラパラ人いらっしゃるんじゃないよね。流れ少ない。よし、はい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 、桜桜です。やっぱり桜も寂しいね。この辺いっぱいやってくれて、去年野菜があって、あると大変ぐらいね、人が夕方やってすごかったんやけど、ああ、ほんとこれ見てへんな、こんな大きな木があった。
れだよな、あの近鉄の踏切まで歩いて、これはだってな、記憶あるわ。60ぐらいだよ、もうだいぶ暗かったんやね。ここもなかなかね、下から見るところはなかなかいいんですよ。行ってみましょう。あと2日ほど早かったですね。もうだいぶ散ってますわ。いやいや、まだ見れるね。それでもほら、これですよ。あとこれはね、桜のなトンネルを歩く日だからね。散ってますからね。昨日か一昨日ぐらいがちょうど満開だったね。それでもまだまだね、綺麗ですよ。はい、こんなんでございます。去年は夕方6時ぐらいで歩いてると、そうね、この辺だいぶ人もいましたけどね、今日はやっぱりこんなんですわ。こっちは目が消えへんからな、あの大中公園までだいぶ下が桜花びらが落ちてますけどね。来れなかったんでね、今年はコロナで店は誰もお客さん来まへんわ、ガラガラや。今日も大阪行ったんやけどね、問屋さんとにかくね、レジ誰も並んでないやから、同じ状況ですよ。で、韓国や中国の方がものすごく多いみたいやけどね、全然ですわ。かつてあれは韓国の方やね、あのハングル文字いっぱい書いてあるからね、そんな状況で恐れ入りました。客へね、いて、あの、いいとこに、ね、行ったらね、はい、ね、全くお客さんないんですってね、終わるとったら。あ、ここやね、下にね、右側にここから上がってよ。ほら、こんなんですよ、こんなに上がってきやね。どうすんのよ。なあ、もうそこ上がってください。横通らして、また降りてきたの。なあ、降りてきたのかい。降りてきてやる、ね。はい、これは、高田川から見る、ね、高田桜千本。千本桜でございます。千本あるのかね。千本はないね、これは。おそらく。3.5 キロやから、1000本くらいになるかな。
3.5 キロで100メートルに100メートル1本で70本やろ、50メートル1本で140本、いや無理、こんな感じ風が強いからね、この風が強いですよ、風が、こんな感じですか、いや Thank you.